皆さん、こんにちは。第2回目は皆様方にお配りしているリーフレットをご紹介したいと思います。ではどうぞ。こちらはリーフレットの表紙になっています。一緒に写っている子どもたちは私の娘や息子、そして友人の子どもがモデルになってくれています。2枚目のこちらは応援メッセージをいただいています。そして私のプロフィールが載っています。応援メッセージは講演会会長を引き受けてくださりました松本真由美様、そして私が小学校の PTA 会長をしているときに校長先生として着任されておられました松田義恵元校長先生からいただきました。プロフィールの写真ですが、以前私が勤めていた南佐賀自動車学校で二輪の教習を行っている時の一コマです。3枚目のこちらは私が作りたい未来、よしのりの未来よしプランを4つ載せております。これらの内容は次回からの配信でもっと詳しくお話ししたいと思います。ぜひご覧ください。最後の一面は私の簡単な紹介と思いを載せております。佐賀市をもっと子育て中心の住みよい町にしたいと思いませんか？私は強くそう思っています。そうなれば子どもたちが笑顔になるからです。子どもが笑顔になると保護者も地域の方もみんな元気に、そして幸せになるからです。私には5人の子どもがいて、障害を持つ子もいます。ユニバーサルデザイン教育を家庭に取り入れてからは家族全体の話し方や接し方も変わり、より良い関係を築くことができました。今度は佐賀市のすべての皆さんにもユニバーサルデザイン教育を知ってもらいたい。佐賀市の子ども、子育て世代、それを見守る地域の方の幸せを実現したい。強くそう思っています。子どものことを中心に考えない佐賀市に未来はない。私は子育て世代のみならず、すべての市民の皆さんと一緒に子育て支援の充実した佐賀市を作りたいのです。さあ一緒に佐賀市をもっともっと良くしていきましょう。